もしもし。あ、もしもし。今どこですか。はいはい、今ね、あ、向かってるんだ一応。そう、今向かっております。キヨス？ちょっと待って、キヨスってもう待ち合わせの時間なのになんでまだキヨスにいんの？いや、まあいろいろありましたね。いろいろありましてねじゃないですよ、ジョージさん。なんで待ち合わせ時間にまだ愛知県内にいるんですか？いやいやいや、申し訳ない。ダメだね。うわ、早く来てください。遅刻。何撮ってんの？遅刻だよ。まだ5分じゃない。5分も遅刻。違う違う、あのモフスケとね LINE で会議してる。何それ。大丈夫、ジョージさんまだキヨスにいるから。なんだ、いるんだよ遅刻が。これでチャラだね。なんでなんで。最終の人がね、ネタに今日最後の人がおごるってこと。搬入作業は8時半からですので、スタッフは8時には会場についていてね、ついていてね。だけど8時直帰しに来ると大変なことになるので、7時ぐらいには駐車場の列に並んでた方が、7時には並んでた方がいいね。で、はい、で201局、ジョージさんってまた201局連れてくるんですか？テストなんで。あ、今度、うん、今度テストなんてダメです。テスト、いや、ジョージさん、ジョージさん、あ、ジョージさん、いや、そうですね、聞いてない。どうやって来るつもりですか？自力で来るの？知らないけど、行こうと思ってます。今だけやってて、今は多分何も考えてないじゃん。またなんか201区間乗せてってくれるかなって勝手に思ってるかもしれない。誰も乗せてくれないの？ゼブラも乗せてやるじゃん。いや、あ、どうもどうもどうも、遅いんですけど。え、そうですか。遅いんですけど、今何時だか分かってる？今9時20分ぐらいですかね。20時44分。20時じゃねえし。そうですか。本番遅刻しないでくださいよ。いや、それがですね、え、まさか、あのね、それがですねって言ったね、今どっちか1日しか出れなくなっちゃったんですよ。人がいるから。あ、半日ずつ。トータル1日。だってあれよ。だってきつい。で、ジョージさんに会いたくて来る人がいるんだよ。アタックさんの動画見た？紹介動画。面白スタッフとか言ってなんか俺が一番だったけどさ。俺は絶対ジョージ山本が一番だと思ってたんだけど。来週、いよいよですね、2015年度の、関西オンエアミーティング。違う。関西、カンハムですよ、カンハムが開催されます。18、19ですね、2日間開催されます。日本全国からですね、フリーランスセンスラジオ、愛好者の皆さん、どうぞ、大阪府池田市まで、お越しください。私、ジョージ山本もですね、初日だけですけども、登場いたしますので、どうぞ皆さん、ふるって、遊びに来てください。よろしくお願いします。登録、こういう感じ。